だこれ、こんなの見たことない。どう見ても普通じゃない。ラーンが普通を語るのもどうかと思うけど、本当に普通じゃないね。終わらせましょう。ははは、かかってきなさい。照り焼きチキン、テリだけで全然違うけど、ここもテリトリーの中ってこと？そのようなのです。テリトリーは張ったやつの固有世界として具現化する場合もあるのです。こんな風に。じゃあこの中じゃもしかして強制期間もできないかもしれないのです。気を引き締めて進むのです。決めるわよ。サクッと行くぜ。
やったな。結界じゃないの？実際は奇跡を起こすための固有世界なのですが、結界のようなものと考えてくれても問題ないのです。そのテリトリーを展開するものが個人特有の世界を生み出してるってこと？はい、なのです。さすがレーン、理解力が高いのです。ただこれだけ物質的に具現化するのはものすごいエネルギーが必要なのです。普通はありえないのです。ここあはいはい、無理に何か言わなくていいから。ともかく具現化してるかして、余裕余裕。相手が弱くても気を抜かないこと。なんでこんなにミラージュがいるんだよ。相手が弱くても気を抜かないこと。さあガンガン行くとすっか。
分普通の獣が猛獣を襲わないのと同じなんじゃないかと思う。あのバハムート王はとても危険なのです。他の二人より何か根本的に違うように感じるのです。サクッと行くぜ。バッチリ決めるわよ。